玉の青いは、馬の鈴草か冠青い族の常緑の多年層。歯に長い傭兵があり、傭兵は褐色、または暗視色になる。傭身は、卵円形、または高大円形で、長さ5から13センチメートルになり、先端は円形、基部は心形になる。歯質は厚く、歯の表面は光沢があるが鈍く、新緑色になり、短毛が治るし、 雲紋状のブチが入るものやブチがないこともある。葉脈は網目状になり、脈に沿って少し凹む。裏面は無毛で単色になる。花記は4から5月。花に花びらはなく、学歴ペが花弁状になる。花の小道は3から4センチメートルになり、暗視色で、傭兵の気分について、仮面の土に半ば渦漏れて咲く。学頭は上部がやや開いた筒型で、 長さ10から12.5ミリメートル、計14から15ミリメートルになる。学頭の入り口は、環状の唾があり、その周囲に隆起した、シワ状の白いひだがある。学頭内壁には、甲締めの毛状隆起がある。学列片は、高三角状乱形で、長さ11ミリメートル、幅13ミリメートルになり、先は鈍く、表面は紫色、または、小紫褐色になり、 短毛が密生し、縁は強く波打つ。湧水は12個ある。下中は6個あって直立し、先端は逆長化型で長部に中等がある。同族の天城肝青いに似るが、本種は傭兵が緑色でなくて、褐色、または暗子色になること、天城肝青いほど、葉脈のくぼみが深くないことで異なる。また、 鍵型葵に似るが、同種は、学頭が上部でくびれること、板状突起があまり発達しなこと、秋に開花することで異なる。日本古有種。本州の関東地方南西部の玉川付近の玉丘陵とその周辺に分布し、紅葉樹林のやや湿った臨床に生育する。和妙玉の寒葵は、玉の寒葵の井で、産地の玉丘陵に基づく。種庄妙玉縁瀬は、 玉さんのノイミ、絶滅危惧ル類、ありがとうございます。